どうもこんにちは。保護犬の預かりボランティアをしております、ミスターノーバディでございます。今回は、高齢者の方が飼えなくなった犬あるある。最近ですね、少子高齢化が騒がれていますけれども、やはりですね、おじいちゃんおばあちゃん、ご高齢の方がですね、犬を飼ってしまい、結果、お世話ができなくなってしまって保護犬になってしまうっていうね、犬たちが増えております。実際この子、チョコじいちゃんもですね、そういうパターンだと思われます。もうこんな14歳になってから捨てられてもさ、もう、どこ行ったらいいのって話じゃないですか。実際ですね、僕がいつもこういうワンちゃんたちをね、お預かりをしているみなしご救援隊の犬猫譲渡センターさんの方でも、基本的にあちらってこう、元ペットの保護をされてるんですけど、もう8割、ご高齢の方からの保護があるそうです。なのでですね、今日はそういった現実にですね、こう、光、スポットライトを当てていきまして、あ、うちのじいちゃんもやってんな、おばあちゃんもやってんなって思ったら、止めていただくと。まあそういったですね、まあ啓蒙企画でございます。そしてですね、あと同時にですね、実際こう、これから保護活動とかそういうのに興味があるという方もいらっしゃると思うんですが、そういう方もですね、こういう高齢の方に飼われていた犬ってこういう特徴の子が多いんだよっていうことをですね、まあ知っていただくといいなということとともに、実際今保護活動されてる方にはね、あるあるだわーって思っていただければなということで、まあ楽しみながら、面白おかしくやりながら、まあしっかり啓蒙をしていく、啓蒙啓発をしていくというコンセプトの企画でございます。なのでね、これからどんどんこうあるあるを発表していきますが、もうほんと、もちろん捨てるのはダメなんだけど、もうそれ以前にちゃんと買って、高齢者から保護された犬あるあるその1、ハウスができない。まあこれはあるあるですね。もうハウスができない子が多いんですよ。もうなんでしょう。まあ昔、去年の5月、6月、まあ夏前ぐらいだ、夏かなぐらいだったんですけど、フータっていうですね、ちょうど14歳、同じぐらいだね。同じぐらいの、この子と同じぐらいの13歳、4歳ぐらいのフータっていうトイプードルを預かったんですね。で、その子は、チョコジーと違ってだいぶ元気な、もう元気はつらつ、元気もりもりな子だったんですけど、その子がね、まあハウスが嫌いでね、もうハウスに入れるとワンコら吠えて、もう脱獄するんですよ。もう13歳、4歳とは思えない体力。で、もうチョコジーもちょっとは見習ってほしいんですけれども、まあそれぐらいですね、元気、まあすごい元気のいいトイプードルがいましてね、その子はもうハウスからすぐ逃げてしまうと。で、もう仕方ないから、こう首輪つけて、こうリードでくくりつけといて、もう小屋ごと動かすぐらいの勢いの子でしてね、まああの子はハウスを覚えさせるの大変でしたわ。怒るしね。もうすごかった。家でしか飼わないからいいやってね。まあどうせうちでは、外に出したりしないし、いいやみたいな感じで思ってるのかもしれないけど、実際問題それで保護されてるわけですから。まあ少なくともね、預かりボランティアの僕とかにはね、まあ迷惑っていうか、まあそのままケージ飼いしなくてもね、されてこなかった犬をそのまま、ね、ケージを覚えさせ、ハウスを覚えさせなくてもいいのかもしれないんですけど、まあ、やっぱりこう、ハウスができないっていうのがマイナス点になってしまって、次のね、里親さんが決まらないとか、あとまあ、ハウスとかクレートなんかがね、できないと、こう、今後、なんか災害時、今富士山がね、また噴火するんじゃないかみたいな話は聞いたことないですけども、ペットも蚊の避難所があるらしいんです。あるとは言っても、そのままってわけにいかないですよね。やっぱりこう、クレートに入れて、ちゃんとやんなきゃいけないと。その時にクレートに入らないとか、入ったとしても、すんごい吠えまくる。みたいな子だったら困っちゃいますよね。だから、もちろんその飼い主の方がね、別に俺は困らないから、わしは困らないからって、私は困らないからって思ってるのかもしれないですけど、ワンちゃんのために、やっぱハウスとかクレートはしっかりトレーニングでね、覚えさせていただきたいなというふうに思います。高齢者から保護された犬あるあるその2、人間のご飯を欲しがる。もうこれシンプルにダメなやつ。この子もね、多分そんな感じだったんじゃないかなと思うんですよね。やっぱちょっとね、オーバーウェイト気味、まあ、肥満気味ですからね。もうちょっと頑張って痩せようね、じいちゃん、チョコじい。ってなわけでね、やっぱり人間のご飯っていうのは、栄養価が高いんですよ、犬にとっては。ね。だから、こう、人間のご飯とかあげちゃうと、どうしたってね、こう、太りすぎてしまうとか、そういった問題にもなりますし、あと、まあ人間なんかでも、特にパンとかそうだと思うんですけど、こう、パン食べてそのままにしとくと、結構パンってね、汚れ、プラークとかになっちゃうんですよね。こう、歯にそのままくっついてて、それが、まあそこから虫歯になっていったりとか、あとは歯周病になっていったりしますでしょう。人間様も犬ももちろんそうなんです。だから人間だったらね、自分でこう歯磨きすりゃいいけど、やっぱそういうこういう子もそう、長寿もそうなんです。今ちょっとずつね、歯を触るトレーニングをしてるんです。ほら、あ、だいぶ嫌がんなくなってきた。あー、でもちょっと嫌だよね。嫌だよね。今眼鏡当たったね。ごめんごめん。みたいな感じで、まあ、ちょっとずつこう歯をね触らせてもらうっていうトレーニングを今してる、そんな状態です。もう今チョコジーなんかも歯周病がすごくてね、もうほんとかわいそうなんですよ。だから本当に太るし、歯もダメになるし、シンプルにダメなやつなんですけど、これね、ほんと保護活動をしてる、預かりボランティアとかしてる保護活動家の方々はね、ほんとこれ神経メンタルをえぐられるパターンなんですよ。こうご飯食べてるでしょ、人間が。そうすると見てるんです、犬が。じーっと見ててね、おいわしによこせそれみたいな風に吠えるやつが、まあ、フータっていうね、その13歳、4歳のトイプーだったんですけど、まあ、フータみたいにこうワンコラワンコラ吠えて怒って、よこせよこせって言ってくる子もいれば、ね、昔いたアイリンっていうね、ダックスと柴犬のハーフかなの子なんかは、美味しそう、そのご飯なんで私にはくれないのってね、羨ましそうに見てくるんです。何にも言わない、吠えたりしない。でも、見てくるんです。美味しそうだなって顔して。もう本当にメンタルえぐられるやつ。で、しかもね、そういう人間のご飯もらってた系の子って、まあ、うちで昔飼ってたパピオンなんかも割とその口だったんですけど、犬のご飯を食べなければ、まあ、例えばうちのね、昔飼ってた犬なんか、まあ、うちのおかんがね、いらんことせんでいいのに、こう、おやつあげちゃうんですよ、ご飯を食べないからって。そういうことしなきゃいいのにね、しちゃうんです。そうするとなんか、犬のご飯食べなければ、お菓子がもらえる。人間のご飯がもらえるってなんかこう学習しよるんですよね。犬ってやっぱ頭いいから。だからね、こうなかなか食べないんですよね。だからダメなんですよ。本当に。もう人間のご飯あげちゃダメよ、本当に。本当にやめて。もうおじいちゃんおばあちゃんがやってたらね、あげちゃダメ。聞いた話ですけど、飼ってたワンちゃん、おじいちゃんおばあちゃんが飼ってたワンちゃんが亡くなっちゃって、最後、これ好きだったからなーって言って、ポロポロポロって柿の種をあげる。だからだよみたいな。したらおばあちゃんが来て、これ好きだったからねってパンをあげる。だからだよみたいなね。そういうことがあるらしいので、本当にあげないでください。高齢者から保護された犬あるあるその3、散歩が下手。ちょっと、1番2番、ちょっとなんかゆっくり話しすぎて、ちょっとだいぶ時間経っちゃってるんで、こっからこう、テンポよく行こうと思うんですけど、散歩が苦手な子が多いね。なんかこう、なんていうんですかね、人とのこう、距離感取るのが苦手なんですよ。だからこう、散歩してるとどんどんなんか足に当たってきたりとか、あとは、まあなんでしょうね、こう、特になんでかわかんないですけど、まあ、ご高齢の方が飼ってたからかもしれないんですけど、階段が苦手な子多いなって僕は思うんですよね。階段をこう、曲がるはまだいけるんですけど、降りるが多分怖いんですよね。ついこの前、先週までいたチーズっていうトイプ、8歳のすごい元気な子なんですけど、その子なんかもね、降りるの苦手なんですよね。階段ぐらいその辺歩いてたらあるでしょって思うんだけどね、僕なんかは。でも多分、あんまり散歩行ってないからか、階段が苦手なんですよ。苦手な子が多いなっていうふうに思います。で、なんかもうほんと8歳とか9歳にもなってんのに、肉球がふにゃふにゃ柔らかいみたいな子もね、いるわけですよ。だからほんと散歩はね、ちゃんと行ってあげてほしいのよ。まあよくね、最近そのペットショップからね、まあそのペットショップ側も結構高齢者にうろうろってしてるらしいんですね。ご高齢の方ってね、なかなか散歩が多い子とかってこう、散歩連れてくの嫌だなとかっていうのもあるでしょうし、まあもともとね、まあ時代背景的にもこう、なんか外買いが当たり前だったとか、まあそういう時代でもあったでしょうから、なかなか散歩を連れていくのは面倒なんでしょうね。だからペットショップの人もね、この子は小さいんで散歩いりませんよとかって普通になんかこう営業トークで言っちゃったりするらしいんですよね。もう散歩必要ない子なんている？人間だって例えば在宅ワークでずっと家にいたらもうストレス溜まるわけじゃないですか。ちょっと外行きたいな、ちょっと散歩したいな、ちょっとお外行って遊び行きたいなってあるわけじゃないですか。だからね、犬だってずっと家の中にいて同じ環境だったらそりゃねえ嫌でしょ。だったらちゃんとね、定期的に散歩も行ってストレスを発散させてあげてほしいって僕は思います。高齢者から保護された犬あるあるパート4、ルーティンありがち。ちょっとね、3番目からテンポよくって言いながら3番目も結構喋っちゃったから、本当にこれは短くて、まあこれ本当におまけみたいなもんです。なんか、ご高齢の方が飼われてた犬って、ルーティンありがちなんか、これは思うんですよね。何かをしたらご飯がもらえるとか、あとはなんか聞いた話だと、何時になると、吠える犬とかいるらしいんですよね。なんでしょうね。なんか昔、なんかその、なんか時計が6時になると、バーンって鳴るみたいな、なんか60分おきに鳴るみたいな時計のね、家とかもあるじゃないですか。そういうところで飼われてた犬なのかもしれないんですけど、なんかね、ルーティンありがちだし、なんかね、朝早い気がするなんか朝早起きな犬が多い気がするんです。夜は寝てても朝方になってね、ワンコラワンコラ吠え始める子とかなんか多い気がするんですよね。これはちょっと気のせいかもしれませんね。なんですけど、なんかそんな気がする。なんかルーティンありがちだし、早寝早起きの生活が身についている子が多い気がします。というわけでですね、今日はそんな感じでご高齢の方が飼ってた犬あるあるということでお話をしてきました。チョコ G はね、あんまそういうのないですね。まあちょっと太りすぎかなってぐらいかな。あとちょっと皮膚病あるからね、ちょっとずつケアしてしながら今里親募集してるんです。ここにもなんか腫瘍みたいなのあるし、もうほんと気になるところは多いんですけど、まあこういうね、ほんと、高齢になってからさ、捨てられたってかわいそうだよね。ねえ、じいちゃん。ねえ、じいちゃんはかわいい。もうほんとにじいちゃんかわいいんです。もう、うちの家族もね、チョコじい、チョコじいって言ってね、あんまりこう構えすぎるとね、おじいちゃんだから良くないけどね、なんかもうチョコじいが起きてる時に尻尾振ってくれた、チョコじいだーなんて言ってね、みんなでいい子いい子してね、もう本当に我が家のアイドルなんですよ、チョコじいは。もうかわいいね。まあそういったことで今日は啓蒙啓発の動画でしたけれども、まあもしですね、おじいちゃんおばあちゃんが、これやってんなーって思ったら、ぜひね、やめさせていただきたい。ね。本当に犬のためにもならないし、一部の習性によっては保護活動家を苦しめることにもなりますから、ぜひやめていただきたいなというふうに思います。それではですね、今日は以上でございます。ぜひ、チョコ G、気になった方はですね、概要欄のみなしご救援隊の犬猫譲渡センターさんまで直接ご連絡ください。この子はですね、週末カフェにいないことが多いです。今、うちで長期で預かりをさせていただいてますので、カフェに行ってもいないってことがあると思いますので、っていうか基本いません。うちにいます。なので、まあ、チョコ G に関してはね、僕に直接でも結構ですので、ちょっと気になるよという方がいらっしゃったらご連絡ください。そしたらですね、僕がカフェに連れて行きまして、そこで面会ということで、ね、相性を見て、まあ相性悪い人なんて多分いないと思うんですけど、この子ね、ほんといい子なんで、誰とでもうまくいける子だとは思うんですが、まあ相性見ていただいて、そのままね、トライアルとか、そういった形になっていくかなと思います。じゃあ、チョコ G、また皆様にご挨拶差し上げてください。おいしょ。じゃあね、みんな、わしのことが気になったら、ね、甘えてやるぞって。甘えん坊だもんね、チョコ G ね。じゃあ、皆さんさようなら。